あげでーす。はい、ママよー。久々だ、ラメちゃんとね。はぁ、ティラミヤン家。この船長と吹雪先輩がおると。カナタはいないですね。サボタージュ。電気室。おい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 。早ない照明。早い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 。電気室だからバレないのかな。うん、ちょっとまだ経験がね、ちょっと浅くてね。あ、ミコちゃん、ミコちゃん、ありがとう。ミコちゃん気づいてくれた。みんないないな。早い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 。誰も、そして誰もいない。あれ、マリンちゃんさっき。マリン先輩どこ。はい、え、どこ。はい、早すぎる。はい、どこ。え、どこ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 ですか。真ん中のとこ、真ん中の、オフィス。ストレージ。ふぶき先輩が、私に一緒にいるとこ見たんですよ。あ、そうだけど。じゃあ、早速やってるっぽかったんで、二人で重なってたんで。あ、そうだ。私、みこちんはさ、マリンちゃんどこで亡くなってるって言ってた。え、他みこちじゃないよ。いや、絶対違うはず。違うの。なんでですか。他のやっぱり違うの。ストレージ。ちょっと待って、酸素ルームには一緒にいてて、私酸素ルームから出て保管庫通ってったんだよね。うん、そう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 。で、今電気室で電気を直そうとしてたところだから。いや、そんな時間ないはずです。いやいや、今電気室に。いや、10秒で。ただそんな遠くまで行けるかなっていうのは、私はその保管庫です。じゃあ、ふぶちゃん怪しいということで。そうそう、とりあえずは私はもう見ててもらってもいいけど、今の線でちょっとミコ、ここが怪しいなってなった。なんでミコなんですか。ミコココ、ミコココか。あー、ミコココね。なんかちょっと見えたなってなった。なんか怪しいな。オッケー。え、ふぶきちゃん一緒によ。え、待って。あげ。なんかわかんないけど、容疑者にあげられたんだけど、なんでだよ。え、これ、ミコココっぽいな。意外とバレないもんなんだな。え、最後なんか、こんだけ語った私に対して、スシロボタン氏、ミコココねって結論しませんでした？ボタンとミコ、白だよ。ほんと仲な子ね。一緒にいよう。ね。ミッコロが、ミッコロが怪しい。え、どうしたん、どうしたん、ふぶきちゃん危ないくない、これ。え、ふぶきちゃんどうしたん。怪しい。ふぶちゃん怪しい。ふぶきちゃんどこ行っちゃったよ。待って、誰かと一緒にいて。あー、でもこの人危ない。うわ、どうしよう。あー、この人も危ない。うわ、どうしよう。みんな、この人も危ない。どうしよう。待って。あ、はぐれてしまった。コーネと合流したい。うん。ふぶき先輩。いや、でもふぶき先輩今怪しくなってるとこだからさ。ふぶき先輩行くのはちょっと、あれだよな。ふぶき先輩はちょっと倒したくないな。でも、ふぶきちゃんと一緒にいるって言ったのに、鼻はぐれちゃってさ、ふぶきちゃんがやられたらさ、コーネが疑えちゃうでしょ。あ、どうしたもんかね、これね。どうしたもんかな。あ、ふぶきちゃんいた、今。ずーっと一緒にいる。ほらどうしよう、どうしよう。ね、怖えんだけど。ミコせ、やばい。待って、本当に待って。待って、ちょっと聞いてくださいよー。はい、何ですか。え、待って、ふぶきちゃんと一緒にいるって言ったじゃん。はぐれたのよ。え、ほんとだ、もうさっき一緒にいたのに。違う、待って、ほんとに待って。いいですか、ない。カフェテリアに僕いて、ウェポンルームの方に行こうとしたら、ブッブッブってなったか、左側に行こうとしたら、
ミコ先輩がカフェテリアから僕のことをずっと追いかけてきて、ブー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 いや、口封じなら口封じ。絶対怪しいですよ。最後にあんなに訴えた私、さっきの。待って待って。違う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 。私に背向けて、今も怪しいこと言ってない。ちょ、待って、待って待って。死体見つけた時に近くにボタンちゃんがいたんよ。いたよ。だから私は、あれなんだよ。ブイブイってなってたじゃん、原子炉。でも原子炉に入っていこうとして、違う違う、やめな、うん、違う違う違う。ボタンちゃんじゃないんですか？違う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 。あのね、原子炉なってたから、最終的にボタン氏が、あ、じゃあ、待って、聞いて、話聞いて、話聞いて、聞いちゃダメです、この話聞いて、話聞いて、聞いたら、これ聞いたら、聞いたら、言論ボタンの得意なんですから、さっきの一番最初の会議で、あんだけ訴えた私に、何も聞かずに、最後に怪しいのは、ミコここだねって言ったの、ボタン氏ですよ。違う違う、あのね、あんだけ言ったの、ま、ミコ、マップ開いてたの。意味がわからない。これはボタン氏に喋らせる隙をあと25秒間、絶対に与えない。ボタン氏だ。皆さんそれこれパクチーがいてもいいんじゃないですか。あ、早く逃げるわ。早く逃げるわ。早く逃げるわ。まだ話聞いてくんないもん。ボタン氏のこと話聞いてよ。違うよ。話にならないですよ。これは。ハブ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 。タブをおしっぱにしててマップ見てたから、あの原子炉向かってる時に通り過ぎて引き戻って押そうとしたらコロニー先輩と当たったんだよっていうとこでもあれはちょっとあれはちょっとあれだ。いやもうすごいな、パッション強いな。そうなのかな、間違えちゃった、ごめんボタンちゃん。ミコは被害者です。ね、どんどん帰っちゃう。まあまあまあ、でもそこにマイコの、ミコのヘイトがなんか向いた、別のとこに向いたからもういっかん。ココさん、楽しかったのね。これひどくないですか、みんな。これあなたの範囲はね、うるさすぎです。いやでもこれ、うるさじゃないと。だってみんなボタンちゃんのことばっかり信じるじゃないですか。誰もいる？いるね。ちょっと、もう行くか。いけるのでは？5、5、4、2、8と。感謝しろよ、マジでみんな！みんな下、下だよー！え、もしかして、もしかしてやってなかった？誰かやってくれてるかな？やってない！やってないぞ！あー！待って、やってなかった！先輩だって、だってさっきのさ、うお、もうこっち、なんか浮いとる。こっち、コーデがね、もっとのボタンちゃんとこっちちゃんと、ぶち切れてくる。ねえ、許せねえ。会長、ちょっと聞いて、あの、あれ倒したの私じゃないの、でも。え、そう、あれはラミ。ラミちゃんなの。最初に、ミコ先輩何だったんですか？僕のことめっちゃ追いかけてきて。違う、だから、ミコは、カナタのことを信用して、一緒にいよう、一緒にいようって言ってさ、一緒についてったわけ。あ、じゃあ、ポンコツの絆だと言えば。あの時の絆はどこにあったの？ココさんが、パッションが強すぎて。そう。いや、パッション強くないとね、ボタンちゃんって、あの、人が喋っても絶対喋りやまないんですよ。特に怪しい時って。だから、マジで止めなきゃいけないんですよ。マジで黙れぐらい。あいし。やっつけた。よーし。めた。バイバイ。行くか。
巫女先輩こう、まじ。最初は大丈夫でしょう。誰が怪しいかな、ちゃんと推理していこうと。今回ダブルキルがすごいですね。みんな息が合っている。絆がすごい。みこち最初だ。みこち、にゃはよー、にゃはよ。みこちのこと信じてんで。どうしよう。殺していいかな、あぶね。やばいよ、ちょっとノイタン助けて、ノイタン。ノエル、どうす、何するっていう、すみこ先輩の声が聞こえたな。ここやるの見てて。やだ、ここやるの見てて。誰もいない。いや、怖えな、もうここ。カータン船長、パラダイスラミー。カータン何してんの、一人で。カータン今何してた、このポツンで立ってませんでした。キル。ダブルキルし、ダブルキルしない、しないか。普通のインポスターの殺し方忘れたー。 あ、ちょうどある、ちょうどある、ちょうどある。よし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 ノエルはこれを見てるってことはノエルじゃない気がする。ノエルと一緒に行こうかな。誰かみんな行って、ここに。僕はここだよ。ここ、お前、まさか、違うのか、今回は。カンタ、タスクやってねえ。やってねえ、やってねえ、やってねえ、こいつだ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 。怖い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 。こいつずっと追っかけ回してくる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 。早くタスクしろ。おめタスクしねえじゃん。え？え？あとあれ？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 マリナ！やだ！やだ！やだ！怖っ！強い相手だ！あ、すいません、私も緊急で緊急ボタンを押させていただいたんですけれども、それはなぜかと言いますと、カナタンをちょっと監視してたんですけど、これにより。のやってるふりをしていたのをちょっと見てしまいました。我々のご遺体が消えてしまったという。何も進んでいないままずっと私をあの追いかけ回したんですよ。いやいやいや、怪しすぎるだろ。チールドルームのあたりでなんか下に行こうとして止まったままでいて、なんかおかしいなとは思った。船長もチールドルームの待って、なんで僕めっちゃ普通にタスクやってたよ。むしろあのでも倒したりあのそのなんでしょう、あの、してるとことか見てなくて、あの、なので、あの、疑って、あの、ちょっと、そういう行動があって、恐怖を感じて押したっていう報告だけです、私からは。ああ、なるほどね。先輩とパラダイス氏に関しては、ちょっと本当にわかんないっす。かなたちゃんさ、待って、なんでタスクでも村人でもさ、あの、タスクで止まって動きが怪しいから、わかんないんだよね。それなのに、お前は、なるほどね。なるほどね。そういうの見ればいいのか。ちょっと待って、でもその前にまず二人死んでるわけだからさ、みんなが何をしてたのかっていうさ、そこも大事じゃない、みんなが何をしたのかっていう。ノエルと最初一緒にいたんだけど、でもなんかノエルがもうどう考えても二人きりでなんかモニタールームみたいなところいるときに、これや、こう怖いかなと思ったけど、全然殺したりしなかったから、あ、なんか安心できるなと思ってさ。でもそれミコも見た。うん、あ、ミコちゃんも見た。あ、ミコ先輩もいたいたいた。ジャミーとボタンさんは？ライが途中までみんなで一緒にいたんだけど、タスクやってる間に誰もいなくなっちゃって。なるほどね。私もね、ただループラインからあのミコ先輩が一人でカフェテリアから走ってくるの見て、また一人でおるなと思って。ちょっとさいよ、関係ないじゃないですか。ボタンさん、私は今管理室でやってたんだけど、会長はちょこちょこ見てた。あー、なるほど。基本一人だったってことですね。基本でも一人だね。そうだね。なるほど。誰かカナタンを張って、はい、行きます。え、なんでさっきの流れで疑うの？めちゃめちゃおかしくないか？今んとこ順調だな。全然会議にも参加できなかった。タスク残りすぎだろ。マジ？あ、待って、死んどるやないかい！ねえ、死んでるんだけど！だよあれ一緒に殺されたんだよ。いや、ダブルキル気持ちいいよね。気持ちやられ、やる方は気持ちいいけど、やられたのは辛いよ。カナタともうはぐれたんだよな。それが問題。
マリン確実に団長のこと白隠しすぎでしょ。やっぱノエルは白いな。カナタいた。いや絶対ノエル白いわこれ。アセンチョもこれやる。でカナタもついてきてるね。会長、会長ちょっとこの段階で白っぽいんだよな。おざ、オッケー。ジュイーン。ああ、この二人が犯人ってことはないかな。だったら今殺してるか。ってことはラミー、マリンってもしかしてシロ？いや、わからんな。ラミー置いてっていいの？二人とも。ラミー置いてっていいの？殺す！誰もいなくない？ちょっと待って。え、誰もいないんだけど。マジで。え、どういうこと？どこに消えた？え、ノエル全部殺したか？いや、この件、後岡によ。え？え、この先輩いなくなってんだけど。え、なんで？いや、また一人で、うわー！ぷっ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 ぷ。あ、ねえ、見た、すいません、今見ました。みんな、今目の前でやりました。ねえ、怖いよ、カナタンが。団長が目の前でやりました。ねえ、カナタンがさ、今、たった今、いやいや、カナタンがやってさ、目の前で団長がマリンちゃんをやりました。いや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 、え、でも、今、通報してるのは、違う、通報がめちゃめちゃ、え、ちょっと聞いてみんな、いや、みんなちょっと聞いてほしいやけどさ、あ、ミュートになってるぞ、みんな。あれ、団長？あれ？あ、ごめん、団長ミュートになってた。ねえ、みんな聞いてほしいんだけどさ、ちょっと、カナタンがね、やりました。いやいやいや、団長、どの口で言うんですか、それを。団長とカナタンが罪のなすりつけ合いをしてて、違う、いや、そうだね。どっちか、どっちかやね、これ。どっちかだね。じゃあ、ミコ先輩が、ミコ先輩に入れていいかな。そうだよね、そうだよね。はい、あ、ミコ先輩、どっちか、あのね。私と会長はもうずっと一緒にいるの。ですね。いいで、団長と、団長のどっちかだとしたら、こちらが見て、では、ミコ先輩。なので、ミコ先輩が、待って、もう、そこそこに、カナタ先輩、ちょっと怪しいのが、カフェテリアで、あ、入れよう、最初、でもミコ先輩入れよう。あの、カナタ先輩、カフェテリアで、カフェテリアで、あのね、貼ってたの。貼ってたの。貼ってたら、上に逃げたの。逃げたの上に。マジでさぁ。だから、うん。最初からカナタン入れると思ってます。え？嘘でしょ？そんな、え？そんな聞かれないことある？え、今のだってさぁ。恐ろしいなぁ、んで、団長！もうしてないのに釣られてしまったな。かわいそうに。あらよー。気持ちいい。ちょっと。ご利用しが早かったかな。ちょ、ミコ先輩がやられんのはもうアウトだった。いや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 、おかしいだろ。だってあのすいません、もうさっき、ね、団長がやってるの見てるんで。いやいや、はい、もう団長何回も言うけど、え、カナタンが、いや、カナタンがやってたんで。いいですか、最初僕とここ二人きりだったんですよ、ずっと長い間。僕は長い間二人きりではない。そうでしょ、本当に僕が人狼だったらココはその時やってます。バトルバトルバトル。いや、私カーメン食べてないもん。いやいや、ただ最初から見てたって最初からずっと言ったの。お前に頼らなかったんだよ、私は。怪しいねえ、なんで誰も二人と一緒に行くことなんて。おかしいじゃん。なって、ライオンなら彼方。ただ私ノエル団長見てないんだよ。死体も正直あんま見てなくて、団長会ってないし、私は死体も会ってないから、うん、会ってない方で死んでんじゃないかなって思ってるの。だったら僕が人狼だったらマジでここ最初にやってるから、あの二人っきりの時に。二人きりになってないんだって、お前と。いや、私、サンタと二人きりになってないんすよ。あ、じゃあ、カナタ先輩。待って、最初ここが僕をさ、怪しんで押したじゃん。あれ二人っきりだからじゃん。じゃあもうカナタ先輩じゃないの？だったら。は？何これ？確定事項が分かんないけど。ひどいよ、もう！うわー！あ、ちょっと、ほらー、言ったじゃん！
うわー、あ、ちょ、見せた。よいしょ、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 よいしょ。やっちゃえ、やっちゃえ、ノエル、やっちゃえ。違うじゃん。話がごちゃごちゃすぎる。これは終わったでしょ、ね、もう。これひどくねー。え、もう切られて、切るで終わりだよね。終わり。うそだろはい。ミコ先輩ナイスー、やーやだ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 、泣いた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 、だから言ったじゃないですか、言った、だから言ったじゃん、マジで悔しかった、泣いてよ。いやでもね、これね、ノエルが上手だったよ、本当に。でも殺せの距離に私とカンタンいたこと一度もないじゃん。いや、でも二人っきりで、で、ずっと僕がそばにいて怖かったから押したんじゃないの、あれ。そう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 。そうでしょ、で、その時の話したんだって、さっき。そんなこと、いいでしょ、ことないよ。じゃあ、話しよう、待って、部屋で、部屋でしょ、部屋で。やれとにかくやれ、夢を夢で終わらせるんじゃない、昨日は明日あるって言ったよな。